歌川広重床神社本宮は、岡山県倉敷市南部にあたる小島の床山にある神社である。旧社格は、県社。神社本庁の管轄に属さない、単立神社。床さんは、太古より岩倉信仰が行われていたとされる。天平五年行期によりこの地に十一面観音が祀られ、神社仏閣が一体となった床大権年と呼ばれる、神仏集合の山となったという。 北六にある熊野神社の縁起によれば、奈良時代の初めに、縁の行者の皇帝五人が、紀州熊野より、熊野本宮大社を奉仕してこの地に、熊野神社を起こし、その後、新熊野三山,山,山の一つとして床山に、那智宮を開いたとしている。江戸時代中期より、備前藩主池田氏の祈願所となり、正月、五月、九月には、藩主自ら参拝していた。 池田市は当神社の社殿や、連大寺の客殿を造営した。参道には、多くの土産物店頭がの木を連ね門前町を形成しており、初詣などの時期には、多くの参拝者で賑わう。なお、この門前町で売られている、あんころ餅は床山の名物である。明治時代になると、神仏分離令により、床神社と連大寺に分離された。現在は、 西日本を中心に全国に抹茶52社を有する。第二次世界大戦後の国家神道解体により、形式的には分離したままながら、装飾が本殿で祈祷を行う当時実情明治、以前の形態に服し、連大寺により一体的に運営されていた。このため、床神社としての宗教法人資格は一応保持、神職を配置しつつも、事実上休眠状態に近かった。 1997年3月3日、宗教法人としての独自活動を開始。これ以降、連大寺と対立状態にある。独自に法人活動を開始した経緯は不明。江戸時代には、湯河大権限と佐野国のコンピラ大権限を両方参拝するという両参りと言われる慣習が成立。そのため、湯河山南方の港町である他の口地区は、 床山の門前町の様相をも提していた。祭人は飛行境地名、神正し知人、大権現、手桶保夫命、雨のみ中主の陣、諸山、なる命、うかのみ玉の命、菅原道真公、大渡摘命。ありがとうございます。